森内剛と申します。28年間北海道で公立小学校の教員をしていました。指揮者を特に頑張ってしていました。この病気のために働けないので早期退職をして今に至っています。疾患はトランスサイレチン型家族性アミロイドポリニューロパチという病名です。一番大きな症状は歩行が難しくなっていること、便秘と下痢が交代して出てくること、口の中が常に乾いていること、でもう一つ大きいのは起立性の低血圧ですね。誰に伝えるのが辛いって娘なんですよ。この病気に僕がかかってるってことを伝えるってことはお前もかかるって言ってるのとほぼ同じ意味なんですよね。遺伝性ですから。娘に車を飛ばして会いに行きまして、今日は話したいことがあるからと言っていて、でも顔を合わせた瞬間にうっと詰まっちゃって声が出なかったんですね。ついに娘 の自宅に着いちゃって、今度会えるのいつか分かんないし、僕も倒れるかもしれないし、でそこでいやちょっと話聞いてくれって言って、助手席にいる娘の顔を見ないでずっと喋り出したんだよね。グスグスグスって音が聞こえてきて、なっと見たら隣で娘がもう鼻真っ赤っかにしてぐちぐちになって泣いてて、でもそれ見た時にもう僕はなんてことしちゃったんだと思って、今から振り返ってみたらそれは伝えるべき話だったので良かったのかなとは思いますが、当時は本当に辛かったです。2023年の11月末に骨折をしました。それで僕は入院したんですね。入院して1週間ぐらい経ってからアミロイドーシスの他の症状が出てきちゃったんです。これは骨折は全然関係なかったんですけど、閉所恐怖症なり過呼吸なりを引き起こしちゃって、病気の進行じゃなくて心の病で僕はもうやられちゃうって思いました。ある日看護師さんがちょっと差し出がましいんだけどみたいな感じで、あなたがね行く部屋の他にもう一つ空いた部屋を作ることができると、もしよかったらそこで歌ったりしませんかって言ってくださった。でそこで僕は、その部屋に移動をお願いしてそこで一曲を歌ったと。今も手挙げて欲しい。で一曲歌い終わったら途端に何も不安がないっていう状態になりました。でそれは僕のことをこんなに細かくこんなに慎重に見てくださっている方がこんなにたくさんいらっしゃったんだっていうことで、僕は歌が好きだって大っぴらに言った覚えもないし、そんなに苦しいってこともそんなに何度も何度も訴えたわけではないと思うんですが、そんな僕に対して優しい手を差し伸べてくださった看護師さんたちのその心の優しさ気高さに僕は心を晴らすことができたっていうふうに思っています。生まれ変わってもこの病気になりたいです。そのぐらい感謝しています。病気にならなければ得ることができなかった感覚、知ることができなかった知識、気がつくことがなかった周囲への気遣い、そういうものを全て知ることができたからです。僕はその指揮者の時代にとっても傲慢だったし、すごく怒りっぽかったし、周りへの配慮を欠く人間だったんです。それが病気をすることで自分一人じゃ何もできないってことをね、もう叩きつけられたわけです。現実をたくさん、周りの方がどんなに温かかったかってことが分かって、そこで感謝をすることを覚えた。感謝をすることを覚えたら、その感謝をしたっていうこと行為に対してまた新しいアクションが生まれる。そういうことの繰り返しから僕はこの病気について、感謝をすることになりました。症状で苦しむこともあるんですけれども、毎晩2人で今日の3つの感謝をこう伝え合うっていうのを日課にしてるんですね。寝たきりの日でもこう3つの感謝をこう出してくる夫っていうのはすごいなって思いますし、やっぱり発症する前と今と比べてみると夫への尊敬の根はすごく大きくなってるなというふうに思います。今僕の使命はこの病気をなくすために、自分がこう苦しんでいる全てのことを皆さんに伝えること、難病だからといって四六時中不幸じゃないよということです。僕ら生きていて不幸なこともありますけど、幸せなこともいっぱいあるわけで、100か0かじゃないですよね。だから前を向いて進んでいきましょう、辛いことだけじゃないよ、
みんなと一緒に生きていけるよってことを伝えていきたいです。